BL スキップ。これは絶対に BL になるおとぎの世界のお話だから、お前なんかより俺の方がモテる。絶対モテる。超モテる。そうだね。北風はクールでかっこいいし。そうだろそうだろ。ゾクッとする魅力的な雰囲気も持ち合わせてるもの。おう。それなのに時々可愛さも出してくるから油断ならないんだよね。可愛くはねえだろ。かっこいい一択だ。はあ、そういう固定観念はもったいないと思うな。ああ。目標を持つのはいいことだけど、それにとらわれて視野を狭めないようにしなきゃ。自分の多面性や可能性を大事にしないと深みは出ないよ。さっきから何が言いてんだよ、てめえはよ。その可愛さを自覚して活用できないうちは僕には勝てないんじゃないかな。だと？あ、旅人だ。珍しい。ん？よし、こうして言い合いしても拉致が開かねえ。手っ取り早くあの旅人に言うことを聞かせた方が勝ちってことにしようぜ。うん、そうだな。あのコートを脱がさせる。でもあの旅人男性だけど大丈夫？俺はな、老若男女誰にモテようがどうでもいいんだよ。ただお前に勝てさえすればな。いいね、今のはちょっとグッときた。よう、お前いいとこに来たな。どちら様で？まあとりあえず脱げよ。ああひょえ、なんで？あ、脱げって言ってんだよ。何襟合わせてんだよ。おいはぎだ。私はしがない旅人です。おい、剥がないでください。金目のものなんて持ってないです。このコートが唯一の一長羅なんです。勘弁してください。あ、おいはぎじゃねえよ。こんなイケメンなおいはぎがいるか。見ろって、こんなイケメンに迫られてんのに何もったいないことしてんだよ。チラ、やっとこっち見たか。本当にイケメンじゃんか。ふざけんな。は？なんで喜ばねえの？じっくり見ろ。イケメンは滅べ。なんだとこの野郎。なあ、もうめんどくさい。いいからさっさと脱げ。無理やりはやめて。私に乱暴するつもりでしょ。エロ同人みたいに、エロ同人みたいに。エロ同人ってなんだ？はい、ストップ。あ？これ以上は見てられないかな。ああ、またイケメンの仲間が増えた。ああ、そんなに怯えないで。ごめんね、君に危害を加えるつもりはないんだ。おい、こら、てめえ邪魔すんな。いやいや、北風、もう君詰んでるでしょ。ごめんね、旅人さん。こいつちょっと横暴なところがあって。ちょっと？あとさっきこのボタンが落ちたんだけど。あ、取れてる。それにそこ肩口もほつれちゃってる。あ、一長羅が。よかったら作ろうよ。こう見えて裁縫は得意なんだ。あ、いや、でもさっきの人の友達。ああ、心配なら僕のコート羽織っておきなよ。え、うわ、すげえ高そう。気に入ったらあげるよ。今日は暖かいし、お詫び。え、マジですか？一度でいいからこういうコート着てみたかったんですよ。あ、くそ。やった、俺の勝ち。え、何？何なの？かくかくしかじか。というわけで君のコートを脱がせた方が勝ちって勝負をしていただけなんだ。はあ、いや、もうえらい旗迷惑な勝負ですね。手厳しいな。でもよかった、別に低層を狙われてたわけじゃなかったんですね。ごめんね。はい、ボタンとほつれ治ったよ。ありがとうございます。なあ、それなんだけど、俺が口説いても落とせない相手がいるのは許せないから。あれ、口説かれてたの？落とされてたの間違いではなく、これから全力でお前を落とす。え、覚悟し。ごめんね、気にしないで。
こいつにはもう手を出させないよ。あとでちゃんとしつけとくから安心して。さ、あれ、これ私牽制されてません？要するにイケメンの血は喧嘩に巻き込まれただけ。くっそ、イケメン滅べBL スキップ。これは絶対に BL になるおとぎの世界のお話。ヘンゼル、グレーテル、見ておくれ。私の最高傑作、子供の夢、お菓子の家が完成したよ。すごい、おいしそう。すごい。ちょっと、そんなすぐ食べないで、もっとちゃんと鑑賞して。ヘンゼルとグレーテルがこの家を訪ねてきたのは5年前の今日だった。ごめんください、どなたかいらっしゃいませんか？どうしたんだい、こんな夜更けに。すみません、森の中で迷ってしまって、一晩泊めていただけませんか？子供二人で森の中を。ご両親は？よかった、魔女じゃなかった。普通のおじさんだ。両親に森の中に捨てられたという二人の子供は、よく見ると服はボロボロだし、手足は枯れ枝のように細く痩せていた。魔女の妻に先立たれ、ひっそりと森の中で隠居していた私には、行く当てがないかわいそうな二人の子供を追い返すことはできず、奇妙な三人の共同生活が始まった。君男なの？綺麗な洋服準備してくれたんだ。女の子が欲しかった母さんが無理やり女の子の服を着させてたんだ。俺たちが女の子だったら捨てられなかったのかな。そんなことなかったんじゃないかな。いや、それも変な言い方だけど。ちょうど優しい。そうしていつの頃からか、二人の存在は私の寂寥感を和らげてくれた。美味しい。やっぱりおじさんの作るお菓子は美味しい。ずっと一緒にいられたらなんて思ってしまうけど、私のわがままでこの子たちの将来を閉ざすわけにはいかないから。お前たちももう18歳と17歳か。立派に成長したな。いつか町に出ていくんだろうな。は？その夜、おじさん、おじさん、ヘンゼルか、どうした、眠れないのか。グレーテルはどうした？ねえ、俺もう18歳なんだよ。おじさん、俺と寝てよ。それとも俺より可愛いグレーテルの方が良かった？俺じゃダメ？そんなことない、エンゼルも可愛いよ。おいで。やった。なんだか今日は甘えただな。よしよし、一緒に寝ような。怖い夢を見てしまってもおじさんがついててあげる。安心してお眠り。なんか違う。って感じで予売が失敗したんだけど、どう思う、グレーテル？朝いないと思ったらそんなことしてたの？だっておじさんにまで捨てられたら俺生きていけない。あんな思い二度としたくないし、お前にもさせたくない。生きて、捨てるとかじゃなくて独り立ちしろって意味なのかも。でも俺はグレーテルとおじさんと三人でずっと一緒にいたいんだ。それは俺も同じだからさ。俺たちの若さ、あふれる魅力でおじさんを籠絡させ、既成事実を作って離れられないようにしようと思って。どうよこの作戦。でもおじさんの
亡くなった奥さん魔女だって言うし、不潔船というやつなのかも。そこなんだよな。あれから何度も色仕掛けしてみたけど全く響いてないんだよ。え、あれ色仕掛けだったの？子供のおねだりかと思った。色仕掛けもおねだりも根本は同じだろ。はあ、やっぱり俺じゃダメなのかな。俺ってそんなに魅力ない？そんなことはないと思う。俺みたいに弁ばかりが立って可愛げのない野郎にはなびいてくれないのかな。グレーテルなら綺麗な顔してるし、素直で可愛いし、可能性はあるだろうけど。ヘンゼルがそれでいいなら俺はいいけど。でもいくらおじさん相手とはいえ、お前に女の役させるわけには。って、え、え、いいの？あんだけ女の子の服着せられるの嫌がってたのに。え、ヘンゼルはおじさん相手に受け入れる側になるつもりだったの？え、だってお世話になってる立場なんだし、魔女とはいえおじさん女の人と結婚してたんだから、俺がそっち側なのかなって。でもおじさんは受けだと思う。え、枯れてるし。それは否定できない。それに何よりおじさんは可愛い。え、確かに。それにおじさんちょろ優しいし、俺たちがお願いしたら受け入れてくれると思う。逆に俺たちに手を出させようと頑張っても倫理観が邪魔してうまくいかないんじゃないかな。そっか、グレーテル、お前天才か。俺もどっちかっていうとおじさんを組み敷きたい。あ、ね、組み敷く。え、危ない。あ、大丈夫？ああ、ちょっと偏ったけど落ちてない。ありがとう。材料を無駄にするところだった。おじさんの作るお菓子楽しみにしてる。でもそれ以上におじさんに怪我がなくてよかった。グレーテル優しいいい子に育ったな。俺いい子？おじさんはいい子好き？え？ああ大好きだよ。じゃあ結婚して。え？家族になったらいつまでも3人で一緒に暮らせるね。え？おじさん、俺とも結婚して。え？ BL スキップ。これは絶対に BL になるおとぎの世界のお話。にゃー、なんでお前、俺は何も悪いことしてないって。君、綺麗な毛並みだね。ちょっと触らせてほしいな。え、やだやだやだ、やめろバカ、触るな。そんな意地悪言わないでよ。先っちょだけ、先っちょだけだから。なんの、何って。しおい、両手を上げろ。あ、おや赤ずきんくん、相変わらず物騒だな。君は一体誰に似たのかな。あんたもな、相変わらず手当たり次第獣人手ごめにしてんのか。おや、人聞きの悪い、今の俺は彼一筋だよ。先週見かけてずっと気になってたんだ。寝言は寝て言え。お前大丈夫か。男か、ケツアブシか。ケツ？ああ、この人悪い人じゃないんだろうけど、人格破綻者の変態だから気をつけろよ。もうひどいこと言うね、赤ずきんくんは。そのくせ無駄に強いから始末に追えない。変なことされそうになったら俺を呼べ。はい。なんなの君、ヒーロー気取り？不本意ながら師匠の尻拭いさせられるかわいそうな弟子だよ。あんたそのうち獣人協会から訴えられるぞ。何それ。
ということがあって、赤ずきんさんに一目惚れした俺は少しでも彼のことを知るため情報収集に勤しんでいる。そしていつか彼を守れるくらい強くなる。あ、出てきた。ばあちゃんが風邪ひいたって信じらんねえけど。まさに鬼の撹乱よね。まあ一応様子見てくるわ。年は年だし。いってらっしゃい。最近近所に不審者が出るって言うから気をつけてね。何？どこのどいつだ。見つけたらとっちめてやる。まあ見つけたら閉めとくわ。さすが。行ってしまう。どうしようどうしよう。声かけてみたいな。えい、行ったれ。この前はありがとうございました。まあこの前のあれから何もなかったか。うん、おばあさんのお見舞いに行くの。ん、なんで知ってんだ。さっきちょうど通りかかって。俺穴場の花畑知ってるから一緒に行かない。花を持って行ってあげればおばあさんも喜ぶんじゃないかな。この間のお礼にもならないけど。花もらって喜ぶとも思えねえけど。まあ別に急ぎでもねえし。じゃあ案内してもらおうか。やったー、データ、データ。そういやあの漁師とどういう関係。師匠って言ってたけど。ああ狩りのイロハを教えてもらったんだ。狩り？お前を飼ったりはしないからそう怯えるな。よっしゃ、ここでかわいそうな獣人アピールしとこう。俺たち獣人は絶対数が少ないから珍しがられたり、特に俺みたいな肉食系は嫌われたりすんの慣れてんな。いきなり襲われたのは初めてだったけど。あれな、獣人が嫌いだから襲ったんじゃなくて好きなだけなんだよな。え？なんつうかフェチみたいな。フェチ？知りたくなかった。だから許してやれっつんじゃなくて余計やばいから用心しろってことなんだけど。へえ。まあ安心しろ、お前は俺が守ってやるよ。知り合いが性犯罪で捕まるの嫌だしな。ありがとう。好き。まあ逃げられるほど追いたくなるたちみたいだから一度好きにさせたら収まると思うけど嫌だろ。それは嫌。俺好きにされたいよりも好きにしたい派なので。そうか、頑張れよ。無理だと思うけど。君をだよ、君を。まあそれも無理だと思うけど。ひどい。そりゃさておき、もうこれぐらいで十分だろう。手伝ってくれてありがとな。いや俺も楽しかった、お花畑デート。いつの間にお花畑デートに。え、最初からだけど。最初からか。あの後赤ずきんさんと別れてすぐ全速力で森の中突っ切ってきたから無事先回りできた。近い将来家族になる人を一目見ておこう。よしよし。でも人の気配全くしないな。もしかしておばあさん倒れてるのか。どうしよう、助けに。おかみくん、ここ一週間観察してたけど君ずっと赤ずきんくんの後つけてたよね。ストーキングしてるのかい。俺以外のやつをひどいな。俺というものがありながら。それにしても君本当に獣人ってくらい鈍いね。後ろ好きだらけだったよ。おいばあちゃん、生きてるか。食えそうな花持ってきた。いやこの家から聞こえてくるはずのない絹を裂くような悲鳴が。やだ、やべ。まあまあ落ち着いて。落ち着いてられっか。落ち着いてたら先ちょっとけなんかされんだろ。まあそうなんだけど、そんなに逃げられると余計に追いたくなっちゃうんだよな。赤ずきんさんの言う通りだ、こいつやばい。狼くん、
こういう時に他の男の名前出すのマナー違反じゃない？マナー違反気にするくらいなら嫌がってる相手を押さえつけてる現状は疑問視しろ。確かに思った通り最高の毛並み触り心地だ。あ、やめ、お日様の匂いがする。あ、かぐな、やだやだ。あ、間近で聞くと覚えもいいね。うわ、あぶな、ぎゅえ、てめえ避けてんじゃねえぞ。まだまだ甘いな、赤ずきんくん。もうちょっとさっき消さなきゃ。うるせえ、ちゃく、人んちの庭で何やってんだ。いい加減にしないとばあちゃんにチクるかんな。待って待って、それだけは勘弁して、すりつぶされちゃう。今だ、赤ずきんさん。怖かったよ。そうか、怖かったか。低層が無事でよかったな。優しい赤ずきんさんのおっぱいハスハス。ただお前もどうして人んちの庭に入り込んでたのか、きっちり説明してもらうからな。BL スキップ。これは絶対に BL になるおとぎの世界のお話。シンデレラ、シンデレラ。昔々あるところにシンデレラという美目秀麗な若者がおりました。シンデレラ。はい、何ですかお兄さん。お前また父さんの下着くすねただろう。いい加減にしろ。だってお父さんが身につけていたものを持っていると気が休まるんですもの。せめてハンカチとかにしろよ。ハンカチよりも直接身につける下着の方がいいに決まってるでしょ。直接身につけたものだからこそお前に持たせたくないんだ。あと父さんから離れろ。まあ、あれだ、シンデレラも母を亡くして心が病んでしまったのかもしれない。私も辛いが、ずっと二人で暮らしてきたシンデレラとは比ぶべくもない。今少しみんなで見守っていこう。と、父さんがそう言うなら。シンデレラは大好きな母を亡くしたばかりでした。そうして今、尼父とその連れ子の義兄二人と一緒に暮らしているのです。ああ、なんて優しいお父さん。未亡人ゆえのエロス、最高です。父さん、目を覚まして。未亡人とか言い出したよこいつ。シンデレラはママ父のことが大好きでした。二人の出会いは5年前、一目惚れだったそうです。新しいお父さんになる人を紹介するわね。どうも、はじめまして。どうも。シュキー、顔と声がドタイプすぎた。運命、結婚するしか。あん、結婚してください。え、あら、あ、うん、ああ、母親との結婚を許可してくれたということか。ありがとう、必ず幸せにする。ごめんなさいね、あの子ったら私と好みのタイプが全く一緒なのよ。あ、ん、あ、本当ですか。約束する。待って待って、あれ大丈夫なんですか。後でちゃんと説明しておくわ。この誤解はしばらく経ってから解けたものの、すでにシンデレラはママ父に心を奪われてしまっていました。自分の子供と同じくらいの相手に押し倒されてどんな気持ちですか。ああ、そんな意地悪言わないでおくれシンデレラ。いい。お父さん、少しお話があるのですが。うーん、入れ。ありがとうございます。どうした、こんな夜更けにくすねた下着を返しに来たのか。
いえ、あれは僕の大事なコレクションとして大事に保管し、辛くなったら眺めるようにしています。そうか、恥ずかしいな。ところでお父さん、明日の夜王宮で舞踏会が催されること、ご存知ですか？ん？父さん、明日の夜王宮で舞踏会が催されるんだが、シンデレラには内緒にしてくれ。この筋肉だるまを優勝させて褒美の屋敷をもらい、こんな生活から抜け出そう。いきなり褒めるなよ、筋肉だるまとか。別に褒めてない。昼間に中庭でお兄さんたちの会話が聞こえてきて知ったのですが、お兄さんが参加されるそうです。お父さんは見に行かれますか？そうすぐにバレているぞ、息子たち。そうだな、行くつもりではあるな、せっかくの機会だし。では僕も出場します。え？そして優勝した暁にはお父さんに聞いてほしいことがあるのです。待ちなさい、お前の取り柄は母親譲りのこの美しい容姿なのだから、傷でもついたら大変だ。そんなことになったらお前の亡き両親に申し訳が立たない。舞踏会は兄に任せて、おとなしく家で待っていなさい。お父さん、ああ、お父さんは本当にお優しい。血のつながっていない連れ子の僕のことをこんなに必死になって心配してくれて。それとも昼間に聞こえたお兄さんの策に乗り、僕から離れたいがために必死になっているんだろうか。どっちにしても僕のことで一生懸命なお父さん、なんて可愛らしい人なんだ。僕から離れられるわけないのに。そして舞踏会当日、優勝は当日飛び入り参加の801番。いやー、負けた。お前強いな。優勝は逃したけど、お前みたいな強いやつと戦えて楽しかったよ。いえ、こちらこそ。あなたの剣筋を毎日見せられていたからこそどうにか勝てました。ありがとうございます、お兄さん。え？今年の舞踏会優勝者は801番シンデレラです。健闘をたたえ、皆様もう一度盛大な拍手を。シンデレラは義兄たちの妨害を難なく乗り切り、仮面で正体を隠し、見事優勝しました。シンデレラ、おっと、ここで十字の鐘が鳴り響きました。皆様ご観覧ありがとうございました。気をつけてお帰りください待って。父さん逃げよう。逃げる？まさかシンデレラがこんな強行手段に出てくるとは思わなかった。しかも強かった。怖い。このまだ興奮冷めやらぬ観客のざわつきに紛れてこっそり家に帰ろう。いや、しかし、あいつはほっといても一人で帰ってこられるよ。そもそもあいつがシンデレラに勝っていたら何も問題なかったのに。でも二人とも立派に戦っていただろう。ちゃんと褒めてやらないと。あ、ダメだこれ、完全にねぎらいモードに入っちゃってる。お父さん、はあ、やはり見に来てくださったんですね。シンデレラ、屋根裏部屋に閉じ込められてしまった時はさすがに焦りましたが、でもこうして大好きなお父さんに精一杯の僕の勇姿をお見せできてよかった。そうか、二人とも怪我がなくて何よりだ。シンデレラ、お前にこのような才があるとは思わなかった。すまない、お前の未来を潰してしまうところだったな。そんな、僕はただお父様にいいところを見せたかっただけです。お前よりにもよってシンデレラに負けるやつがあるか。いやー、シンデレラマジ強かったわ。見せたから知っとるわ。それで、あの、覚えていますか、僕が優勝したらあなたに伝えたいことがあると。ん？ああ、そういえばそんなことを。お父さん、僕と結婚してください。おっと、必ず幸せにします。母の分もあなたを愛します。あなたが望まれるのでしたら
職なし資格なしの義兄二人も一緒に養います。待ちなさい。このガラスの靴は一体？これは優勝商品のガラスの靴です。優勝商品この靴を差し出された人は必ず結婚しなくちゃいけないんです。どういう理屈だ。はじめまして、シンデレラのお父さん。そのガラスの靴は国一番の靴職人とガラス細工職人に作らせた国宝級の一品で、我が国では代々王位継承者が求婚する際に渡す代物なんだ。そこから転じて必ず結婚しなければならないという流れになってしまったわけだ。なんか突然すごいキラキラしたのが来た。僕のことかい？僕はね、この国の王子さ。は？え？王子？シンデレラとは幼馴染でね。幼馴染？ずっと部下としてこき使ってやりたかったのに、のらりくらりとかわされていたんだが、君たちのおかげでこうして表舞台に引っ張り出すことができたよ。ありがとう。へえ。お父さん、お父さんが僕と結婚してくれるのなら身を粉にして働きます。あ、いや待て。こんな性格破綻者にこき使われる最低の労働環境だろうと、あなたのためなら耐えてみせるし、国を傾けるほどの給料を絞り取ってきます本当に法外な給料をむしり取られそうで怖いな。爵位も騎士の称号も屋敷も全てお兄さんにお譲りします。待ちたまえシンデレラ、そんなに簡単にお譲りしな。聞いてない。僕と二人あの家で暮らしましょう。お父さんの好きなこの顔と安定した生活を保証します。たはー。安定した生活。悪い話ではないような気がしないでもない。父さん負けないで、流されないで。俺らちゃんと働くから。一旦持ち帰って検討させていただきたい。わかりました。一晩中お父さんを口説き落とします。させるか。いやしかし、シンデレラの上の義兄は芸術面に秀でていて、その作品は貴族の間でも評価が高いし、下の義兄はシンデレラと並ぶほど武芸に長けている。扱い深いシンデレラをこき使うよりも、この二人をそばに置いた方がいろいろやりやすいし楽できるかもしれない。王子、ほっといていいのか？どうせろくなこと考えてないんで大丈夫です。帰りましょう。そうして王子様の計らいで、義兄二人は用意された屋敷に引っ越すこととなり。やだやだ、父さん。まあ父さんがいいなら。お前たち立派に独り立ちできて。独り立ちってお父さんが言うとなんかエロい。お父さんのことは僕が責任持って幸せにしますから。はいよ、行け。シンデレラとママ父は二人仲良く幸せに暮らしました。とはいえ、二人の義兄も王子の下で安定した職に就き。どう？かっこよーくかけてるかい？そうですね、元がいいので。そうだろうそうだろう、しっかり僕を守ってね。はい、杖資格とか現れねえかな。なんだかんだ言いつつもうまくやっているようです。めでたしめでたし。BL スキップは胸キュンだけを集めたボーンムービーのボーイズラブレーベルです。胸キュンしたら高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。公式 SNS のほか、ファンサイトやピクシブファンボックスも運営しております。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう応援お願いします。